No. Hey guys, this is Cathy Cat and special guest today. プリンです。はい、普段原宿パッションやってます。よろしくお願いします。よろしく。というわけで、on that note, we got food from Thailand, which we are kind of scared of eating because it's insects. 虫。なのでこれ今日はちょっと虫を食べてみたいと思います。ここにあるは、it's here we have here we have small crickets. So this is a bag of small crickets. 音聞くの嫌だ。The sound of it is already pretty bad. Then we have silkworms, crispy silkworms. Oh my gosh. And we also have crispy silkworms with the tom yum flavor.じゃあもうこっちからかな。こっち二つ味から。まずこれ何の虫だと思う。これはクリケット。クリケットって何？これ日本語って何ですか？ゴオロギ。これ日本でも虫食べたりとかする普段ありますか？ありますね。なんかイナゴですよね。イナゴっていう虫を佃煮にして食べるってお父さんよく言ってたんですけど、絶対に食べない私。じゃあ虫初めて。もう初めて。いけるよ。軽いのが怖い。うわやばい。もうやばい。これやばい。これティッシュ、ぜひティッシュに出してみて。いくよ。虫だった。やばい。この足とかもやばすぎる。I think this is probably the worst thing I ever had to do for a video, and that says a lot. マジですか。足落ちた。でもね、匂いは何かわかんない。ポテトチップスみたいな匂い。何匂い嗅いだの？だ気になるじゃない？なんかポテトチップス的に。思ったより多いのな、これな。これやばい。これなんか見ながら食べれないような気がする。見ちゃダメだよね。見ちゃダメだよね。ごめんね、最初の撮影の。ハードル高すぎた。食べ。でもこれできたらいろいろできるような気がする。今私の動画作ってる中に一番ハードル高いような気がするからね。高いよ。やべえ。てっきりね。なんていうの、チップスみたいになってんのかなって思ったの。ああ細長いってことですか。細長かったりなんか加工されてるものかなって思ってたら。そうでもなかった。Weird。はい、私また開けちゃう？しましょう。 OK、well, let's see if it's still... 逃げる準備しといていいかな。もしかしてこっちの方が可愛いかもしれない。そう、こっちの方が可愛いかな。そのマシとか足とかない。お、期待して。逃げる準備してていいね。いいよ。やばい。もうね、開けるときにこうやってプーって出てくる。やめて、本当にカティ取れなきゃ。ね、慎重にやって。ゆっくり。本当、外国人のノリいらないから。マジで。いくよ。いくよ。せーの。でかい。思ったよりでかい。ねえ。これキモいよ。バカ。バカ。でかいのもやだよ。あ、もうやだ。もうやだ。色が無理も。あ、ごめん。後ろの壁ちょっと気がついた。穴開けたの。え、こんな今し…やばいやばい。なんかちっちゃいやつだと思ったらめっちゃでかいの。なんでそんなでかいの。バカじゃないの、本当に。トミヤ、もう見たくない。もう見たくない。やばい。やばい。あ、わかった。これはパインコーンだと思えば。何つった今。小さいパインコーン。パイン。パインのコーン。木から落ちてくる、こういうクリスマスに。松ぼっくり。いや、食べたことねえよ。松ぼっくりだと思えば、なんとな、なんかまだマシ。これの、あ、いや、もうやばい。でも、なんか、軽くいけるのはこっちなのかなって気がしてきた。なんで食べるの？あ、食え。あ、やばい。動いてそうな、怖い。あー、気持ち悪い。や、めっちゃ軽い。よし、やばい。キモ。まあ、いい子の、まあ、いい子の。コオロギさん、
私の足はどこですか。そう、ここにありましたよ。持つわよ。ねえ、もうおかしくなった。もう壊れちゃったかもしれない。女の子にさせる企画じゃないこれ。よし、はい、準備いいですよ。せーの、ね、これはポテトチップスです。喉にくっつくんだけど、こいつ。でも、あれですね、味があった。そう、味が思ったより普通になんかポテトチップス的な、なんか、なんだろう、やっぱね、これ見なきゃ大丈夫かもしれない。あー、見なきゃ大丈夫。噛んじゃったらなんか多分ね、うん、噛んでる時に虫って想像してたからキモいなって思ってたんだけど、うんうん、なんか他のもんだと思ったらいけんのかな。え、何してんすか、何してんすか。普通に食べてる。てってってちん、どうすか。虫って言われなきゃ虫じゃないね、うん、まあね、どっちか、なんかエビっぽい感じ。あ、そっか、エビって思えばいいのか。いや、私なんか次の方が。で、これは何、ポテト。で、これさ、ほら、この中身がで飛び出してるやつがいるのよ。おー、うん、なんか正直そこだけ見ちゃうと、あ、なんかそういう作り物なのかなって思っちゃう。ああ、まだそんなに生きてないから中はただのタンパク質だったかもしれないみたいな感じ。あ、タンパク質か。なんかコンポタージュ味のスナックでなんか周りに舗装されてるみたいな、うん、しょうがない。私これでは一番大きいのきます。スターウォーズのジャバダハットみたいな。これこういう触るときにバーとか言ってくれると絶対仲良くなりたくない。ゴー。え、カウントする。4。え、あの、もう心の準備がそうじゃないと意味ないから。じゃあプリンちゃんはカウントダウン。100 99 100からかい。3、タケノコ。2、タケノコ。1、いけ。あって、ごめん、ダメだ私。何してんの。大丈夫大丈夫大丈夫。え、待って、本当にダメだ。あって、あ、本当にいけない。出て、やばいかも。あ、あん、あん、あ、あ、大丈夫大丈夫、うん。あ、こんにちは。食べてもいいの。ありがとう。私食べたくないんだけどさ。うん、ごめんなさい。君どっから来たの、知らねえよ。はやかかかか。言いましたよね。いや、息息言ってんだけど大丈夫かい。あー、ちょ、待って。自分言ってもいいですか。はい、タピオカ美味しい。ダメだ、これは美味しくない。だったらこっちの方がまだ美味しい。カティ、うん、あなたの好きなトムヤムクンがあるよ。あー、な、進められてくる。やべえ。このちょっとそのトムヤムクンの味付けでザラザラしてんのが気持ち悪いよ。今日もうなんか手がめっちゃ汗かいてきた。でもなんか正直これやれたなら私もう何でも挑戦できる気がするなって。そうだね。私実はあのファーストキスが虫なんですよ。え、どういう意味。自転車でこうふーって走ってて、吸ってここにくっついたものがでっかいよくわかんない虫で、いやーってファーストキスを奪われたんですよ、虫に。だ、多分こいつの、うん、こう大きいわ、大人に、うん、ふん。だからね、私はお前が嫌いだ。おー、いけた。お、すげえ。Well done! Good job! 味わってる暇なんかない ね。 そうだよね。同じ味したよ。せーの、タピオカで全部流し込めば美味しい。で、どういう感想。
いや、キモいっすよ。キモい。中に、まずは外がカサッとして中がよくわけわかんない。うん。なんかフライされたら、そう。なんか液体じゃないけど、あーこれ、なんかそのアジが残るのがすごい嫌だ。足。カシャ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 。しかもそこの中にある何かわかんない硬いやつがある。これな、どんな味つけても変わんない。後味が強すぎる。後味がやばい。このこれが後味がやばいから無理かも。これがまだ後ですぐ消えるからいいんだけど、いや食べれるものだから食べれると思いますけど、これは二度と食べたくないです。一生食べないな。これはもういいかな。だって帰りとか電車でこう一人になりながら今日虫食べたなとか思い返す人生やだ。食文化の違いが今面白かったです。全然きっとさ、それで育ってもらったら美味しいと思う人がいると思いますが、私たちにはちょっとハードルが高すぎたよ。でもこれでまた買ってきたのは、何かの時には虫食べれることなんだよね。なんかあった時には虫食べれる。でもなんか言えるよね、虫食べたんだ私って。あー、じゃあもうエンディング取っちゃう。なんかプリンちゃん言いたいこと。原宿に出没してるカラフルな子見つけたら大体自分なんで声かけてください。ぜひ彼女もインスタやってるんでね、下にリンク貼っときます。チェックしてください。絶対に虫持ってこないでください。あ、ちょっとプリンちゃん応援してください。もう頑張って一緒に食べてくれたし。はい、虫やだ。That was probably one of the hardest movies I ever had to do for Ash Japanese, and that even includes all the other crazy stuff that you guys might have seen. Hope you enjoyed this, andPlease give us some cheer on our Instagrams because I think we need it today for having done a really good job. So, プリンちゃんありがとう! Thank you! ありがとうございます! See you, bye!